ルビー・カルロス・デラ・ロサ・コーポランは、ドミニカ共和国、サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトウ・オミギウチ。読売ジャイアンツ所属。2007年7月2日、エルボニートでサン・イシドロ高校から、ロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約。2011年5月24日に、メジャー初昇格を果たし、同日のヒューストン・アストロズ戦で、メジャーデビュー。 二度目の登板となった27日のフロリダ・マーリンズ戦でメジャー初勝利を挙げる。6月7日のフィラデルフィア・フィリーズ戦でメジャー初、先発し、5回を投げ4安打1失点4、脱三振で先発初勝利を挙げる。その後は先発ローテーションに入り、最終的に13試合に登板し、4勝5敗、防御率3.71という成績を残す。しかし、 このシーズン最終登板となった7月31日のアリゾナダイヤモンドバックス戦にてミゲルモンテロに投球した際に尺速速腹人体が断裂し試合終了後に故障者リスト入りその後トミー・ジョン手術を受けた2012年8月21日に約1年ぶりに復帰したが登板はこの1試合のみであった2012年10月4日 8月25日に成立したトレードの後日発表選手として、ジェリー・サンズと共にボストン・レッドソックスへ移籍した。2013年8月3日にメジャー昇格し、6日にレッドソックスでの初登板を果たす。2014年3月7日にレッドソックスと1年契約に合意した。2014年レギュラーシーズンは自己最多となる19試合に登板し、 うち18試合で先発として投げた。初めて100イニングをクリア、シーズン防御率を4.43とし、2011年以来3年ぶりにメジャーでの勝ち星を挙げた。2014年12月12日にウェードマイリーとのトレードでアレン・ウェブスター、レーメル・フローレスと共にダイヤモンドバックスへ移籍した。2015年は14勝9敗。 2016年2016年5月26日に右肘を痛め、翌27日に15日間の故障者リスト入り、7月25日に60日間の故障者リストに移行した。9月9日に復帰したが、復帰後は2試合の当番にとどまった。12月2日にノンテンダー FA となった。2017年1月10日にダイヤモンドバックスとマイナー契約で再契約し、 同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕を故障者リストで迎えると5月に復帰して主にトリプル A 級リの A シーズで投げた。6月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月にプロ入り後2度目の右ヒーチのトミー・ジョン手術を受ける。9月1日に自由契約となったが11月7日に 再びダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2018年はマイナーで過ごす。2019年2019年6月22日に日本プロ野球の読売ジャイアンツが契約したことを発表し、同月27日に公示された。背番号97。セネームは DLAROSA。シーズン終了までの契約で推定年俸は3000万円。 9月10日の横浜 DNA ベイスターズ戦で時速 161km を記録。7月末頃からは主にクローザーを任され、勝てば優勝となる9月21日の対 DNA 戦で延長10回表に勝ち越し1点リードで迎えた10回裏に当番。3者連続三振でゲームを締めくくり自身初となる、胴上げ投手となった。最終的には26試合当番。 一生零敗八、西部5ホールド、防御率2.25を記録。特に、東急会24に対し、32奪三振を記録した。オフに、推定年俸1億3千万円で残留することが発表され、背番号は12に変更された。12には、愛着があるという。2020年は、左脇腹の肉離れで、約1ヶ月の離脱があったが、 三十五試合登板、二勝、0敗十七セーブ5ホールド、防御率二点五六を記録し、守護神としての働きを見せた。オフに、推定年俸一億六千万円で残留することが発表された。二千二十一年、開幕直前の三月四日に、左足小指を骨折したことが発表され、開幕一軍を逃したが、三月三十日の二軍戦での調整登板を経て、 3月31日に1軍登録。4月1日にシーズン初登板、初セーブを果たした。4月14日までに6試合に登板し、5セーブ、防御率0.00を記録していたが、4月15日にアメリカでの市民権取得手続きで渡米するために登録を抹消された。5月3日に再来日し、自主隔離期間を経て5月21日に1、 軍登録、登板を果たした。ありがとうございます。